どうも、ゆうやの YouTube ログのゆうやです。さあ、本日の動画なんですけども、僕が9月に買った購入品紹介をしていきたいと思います。私はですね、ファッションが大好きで、スニーカーも大好きで、キャップも大好きで、アクセサリーも大好きで、とにかくファッションって言われるものすべてが大好きなんですけども、まあ9月はですね、僕の中で気になるものですねが発売された月なんですよ。特にスニーカーなんですけどね。でですね、そのスニーカーをですね、まあ購入したり、いろんなね、ネットで見たりとかしたり、買い物行って見に行ったりとかしたんですけども、なんかそこでやっぱり実物見ちゃうといいなと思ったり、ネットで見て、うわこれ入ってみたいなと思ったりするものが割とありまして、僕の中ではすごく多いんですけど、今月はスニーカー4足、そしてキャップ3つ購入しました。いや、買いすぎました。僕の中でも、いや、こんなに買うとは思ってなかったですね。まあ、いつも、もうそんなんばっかなんですけどね。好きだから、しょうがない。ということで、早速、購入品紹介をしていきたいと思います。まあ、買った順番にね、紹介していきたいと思います。まず、1足目。はい、じゃん。ナイキのスニーカーになります。まあ、ナイキ SB って書いてあって、紫の箱なんですけど、とあるブランドとコラボしたスニーカーになってます。そのスニーカーが、はい、こちらになります。シュプリームナイキ SB ズームブレーザーミッドでございます。いやー、こちらはですね、もうリークが出た時から気になってまして、デニムを購入したんですけども、デニムカラーね、うん、そのもう一つのカラーでブラックのカラーが出たんですよ。まあね、そちらのね、どっちにしようかな、どっちにしようかなっていうか悩んでいるけども、まず買えるのかなみたいな感じだったんですけど、これがね、9月10日に発売されたスニーカーなんですけども、まあ、シュプリームのね、オンラインがありまして、これがですね、土曜日の、毎週土曜日の朝11時に毎回発売されるんですよ、オンラインで。で、そちらでね、バーって更新ボタンを押して買えるかな、買えるかな、バルパパワーって言って、決済まで行って、ぐる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 回っている中で、ああ、これ無理だな、今回も無理なんだ、みたいな感じで諦めてたんですけども、なんとマイサイズを変えて今僕の手元にあるっていう感じです。まあ、細かい部分に関しては、まあ、他の YouTuber さんが、まあ、紹介していたりとか、いろいろね、画像も出たりとかしているので、まあ、そんなにね、細かいところは紹介せず、購入したものっていうのをどんどん紹介していきたいなと思うんですけども、まあね、まずお気に入りとしては、まあ、ブレーザー、これね、ブレーザーっていう形があるんですけど、このブレーザーっていうシリーズが僕好きで、ナイキのスーシュ、わかるかな、このスーシュっていうナイキのマークがあるんだけど、これがスネーク、ゴールドスネークの柄になってまして、なんかすごい特別感があるデザインになってます。そしてヒールリングがついてたりとか、ここがチェック柄になってたりとか、ちょっと見えるかな、チェック柄になってたりとか、タンの部分はね、あのナイキとシュプリームのコラボだから、ナイキとシュプリームって書いてあったり、すごいこう特別感のあるスニーカーなので、まあ、お気に入りの一足になりました。まあ、実はですね、これ一回もう僕履いてるので、履いてますし、割と長い時間履いたんですよ。ですごくやっぱ履きやすくてね、あの SB のズームなのですごく履きやすくて、まあ、もう今後もね、ヘビロテしていくんじゃないかなと思います。それと同時にですね、あのキャップ3つ買ったって言ったんですけど、その3つのうち2つがシュプリームのキャップになりまして、ブレーザーが出た時にね、一緒にキャップが出たんですよ、シュプリームでね。で、そのシュプリームのキャップの中で、あ、これいいな、可愛いなって思って買った商品になります。これがね、ピンナップガールキャップっていうんだけど、この女性がね、シュプリームっていう、ロゴのとこに座ってて、後ろにはシュプリームって書いてあって、すごく可愛いんですよね。はい、どうですか、すごい浅いの分かりますかね、ここが。だけど割といけるよね。ちょっと僕深めのキャップが好きなんですけど、よくニューエラとか被るので深めのね、キャップが好きなんですけど、まあちょっと浅くなってて、でここにね、ピンナップガール
の刺繍がシンプルで可愛いなと思って購入しました。でその色違いでなんかブラックも買っちゃいました。はい、これね、茶色とブラック、シプリームで購入したのは今月はもうこの3つかな、3つだけになります。さあ続いて2つ目のスニーカーになります。その2つ目のスニーカーがこちら。はい、こちらです。ニューバランスの BB550 ホワイトブラックになります。見たことありますかね、こういう形。ニューバランスから550っていうシリーズ、まあニューバランスだったら990、991、まあ、900番台もありますし、今流行りなのはもう2000番台とか、まあ1000番台とかいろいろありますけど、これはね550に関しては僕履いたことがなくて、一回履いてみたいなと思ってた時に、このシンプルな白と黒で、こちらのね黒に関してはすごいスウェード使っているんですよね。僕生地スウェード大好きで、ブラックで白でシンプルで、もう色好きなカラーリングでもう買うしかないやんっていうことでオンラインで購入させていただきました。こちらもマイサイズで購入しました。こちらのね550なんですけど、1989年にバスケットシューズとして発売されたP550 っていうシリーズがあるんですけど、それをリネームされてこの BB550 っていうのが生まれました。でちょっとボリューム感があって、まあ、僕のねファッション的にダボってしているシルエットとかが好きなんですよ。なのでちょっとこういうねスニーカーもボテッとした感じが、ダボッとしてボテッとしたって、なんかもうすごい言葉選びがぐちゃぐちゃだけど、あ、これも一回僕履きました。はい、1回履いてすごい履きやすかったです。これ2回ぐらい履いたのかな。一つ言うならばこの横幅がやや細めですね。うん、まあ馴染んでくるとは思うけど、ちょっと最初はなんか違和感を感じるかもしれない。だけどやっぱりニューバランスだからすごい履きやすいスニーカーです。まあこれもね今後よく履いていくんじゃないかなと思います。履き潰したいですね。こちらが2足目になります。はい、3足目はもう皆さんこれは一度は見たことあると思います。そちらを買いました。はい、またナイキの箱になります。そしてさっきとは違って赤箱になります。その中身がこちら。はい、こちらです。ナイキダンクローレトロのパンダでございます。はい、こちら購入しました。もうよく街中で履かれている方が多くて目にするとは思うんですけど、もうすごく今人気でね、定価では買いづらいようなスニーカーになっているんですけども、なんと私こちらナイキのオンラインで購入できました。でですね、まだ1回も履いてないんですよ。これ1回も履いてなくて新品の状態なんですよね。マイサイズで買って定価で買ったんですけども、うん、なんとはい、僕2足持ってます。2足あります。うん、なんで2足も買うねん、同じものをって思われるかもしれないんですけど、もうしょうがないの、好きなんだもん。でこちらもナイキのオンラインで購入できたんですよ。うん、でその時にね、またさっきのこのシュプリームの話じゃないんだけど、もう時間になったら腰ボタンバー押して、あ、買えるかな買えるかな買えるかなって思って、うわこれ絶対無理だなと思ったら買えちゃったみたいな、やったって思って履いてたんですけど、このねパンダが結構再販されるんですよ。何回も何回も発売されているんですけども、まあ、僕はなんかスルーしてたんですよね。こっち1個持ってるし、まあ2足もいいかなって思ってたんですけど、うん、なんかやっぱ結構履くからこのスニーカー、やっぱりどうしても汚れてきたりとかするわけですよ。で、うん、もう1足欲しいな欲しいな、どうしようかな、だけどプレネル買うほどでもないなと思ってたら、9月の19日にまた発売されるっていうリークが、出まして、あ、一回狙ってみようって思って軽い気持ちでやったらゲットできたっていう感じですね。あ、もう単純に嬉しいこれは、うん、で、昔から持っているこのこっちのねパンダに関しては、この、ね、ソールの部分がちょっとなんか黄ばんでいるようにひなり色みたいな感じになってるの分かりますか。これあの劣化ではなくてひなり色に染めてみました。どうですか。でもねこういう何、もともとここがひなり色のやつとかも出てるんですよ、ナイキでこうダンクでね。だけどなんか自分で
回やってみようかなと思って初めてやってみた感じです。でもすごくなんかやっぱりどうしてもこのスニーカーってすごく多いんですよ、街中で。なので被る率が高いんですよね。だから、まあ、ちょっとそこは嫌だなと思いつつ、どうしようかな、だけど履きたいしなって思ってて、ちょっと違いを見せるためにここをあえて自分でなんか塗ってみたっていう感じです。なんかお気に入りの一足ですね。お気に入りの一足っていうか、もうお気に入りの一足がもう一足増えたから、二足。いや、全部お気に入りです。持っているスニーカー。はい。ラスト4足目を紹介していきたいと思うんですけど、もう一つキャップがあります。今ね、こっち2つあるんですけど、もう一つキャップがあるので、そっちを先に紹介したいと思います。はい。ニューエラ5950コーデュロイニューヨークメッツでございます。これめっちゃいい配色だと思うんですよね。もう一目見た時から絶対買おうと思ってて、オンラインで見るよりやっぱり実物で見た方がめちゃくちゃいい。見えるかな、海外の野球チームのニューヨークメッツのロゴが刺繍されてあって、でバイザーのところは茶色ブラウンになってて、全体的にカーキになってます。で素材はコーデュロイになります。でつば裏ね、つば裏に関してはグレーになってます。これからね、まあ秋、まあ最近すごく涼しくなってきたじゃないですか。特に夜とかもう秋になってきたなって感じることが多くなってきているんですけど、もうこれからの季節にぴったりのカラーリングだなと思って購入してみました。一回かぶってみましょう。せーの、はい、どうですか。すごく色合い良くないですか。これ見えるかな。コーデュロイっていうのがすごい特別感があって、もうなんといってもこのカラーリングが僕ドストライクでした。これはもう変えてよかった。さあラストですね、スニーカーに戻って4足目になります。その4足目がこちら、はい、こちらになります。またナイキになります。これ段ボールの中にスニーカーが入っているんだけど、なんで段ボールかと言いますと、つい先日届いたばっかなんですよね。このスニーカーが届いてから動画を撮ろうかなっていうふうに思ってたので、やっと届いてやっと動画撮影をできるっていう感じです。はい、中身がこちらです。次は黒い箱ですね。黒い箱に真ん中にもうここに書いてありますね、ナイキエアフォースワンって書いてあります。はい、中身が、はい、こちらになります。ナイキエアフォースワンのヴィンテージグリーンになります。いや、もうドストライクの色です。まずスーシュとかアウトソールとかが緑で、またねソールがねこのきなり色といいますか、もう僕の大好きなカラーリングです。でここのねアッパーだよね、あの白い部分に関しても真っ白っていうよりかはちょっとオフホワイトみたいな感じの色合いになってます。でですね、ナイキのエアフォースワンがですね、今年2022年で40周年になります。要はアニバーサリーイヤーですね、うん、このねヒールタグがナイキエアって書いてあると思うんですけど、これが定番と言われるあのエアフォースワンに関しては刺繍で、このナイキのスウッシュマークも書いてあるんですよね、刺繍で、うん、なんかそういうところとか、このタンの部分とかもうすんごい薄い、これペラッペラッ、タンがわかるかな、タンがペラッペラッ、こういうところも、まあ、若干定番モデルとは、まあ、違っているのかなと思います。はい、僕が9月に購入したスニーカーとキャップを並べてみました。いや、こう出すと多いですね、やっぱり。買いすぎたなって思うんですけど、もうこれはしょうがない、うん、仕方がない、もう好きなものですから、はい、細かいところは紹介できませんでしたけども、今後ね購入したものを紹介していく動画もアップしていくと思いますので、その際には細かいところも紹介できたらいいなと思っています。はい、初めて YouTube の動画を撮ってみたんですけど、まあ、まだね不慣れなところも、ありますし、見えづらかったところもあると思いますけど、今後も YouTube の動画を
アップしていけたらいいなと思っておりますので、その際はぜひ動画を見てください。はい、今回の動画はここまでとします。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネルの登録、僕の各 SNS のフォローをよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。バイバイ。